ヘレン・ウィル・スムーディはアメリカ合衆国カリフォルニア州フリーモント出身の女子テニス選手。同国が生んだ最大の女子テニス選手の一人である。1920年代マイナス1930年代にかけて活躍し、テニス四大大会で優勝31回内シングルス中級賞を挙げた。アメリカ人出身の女子初の国際的名声を得たアスリートと言われる。 生まれた時は、ヘレン・ニューイングトン・ウィルスという名前であったが、選手時代の1929年12月に、フレデリック・ムーディと結婚したことから、ヘレン・ウィルス・ムーディの名でもとも広く知られるようになった。試合中に表情を全く顔に出さないことから、リトル・ミス・ポーカー・フェイスという愛称で呼ばれた選手だった。 現在のようなミニスカートとは全く違う、失火ほどの長さの白いプリーツスカートを履いて、プレーしていた。フォアハンドストロークの強打を最大の武器にした、ベースラインプレイヤーである。ヘレン・ウィルスは13歳からテニスを始め、1921年と1922年に、全米選手権の女子ジュニア部門で2連覇した。1923年に17歳で、 全米選手権女子シングルス初優勝を果たし、以後2度の3連覇を含む7度の優勝を達成する。1924年のパリ五輪で単腹とも金メダルを獲得し、女子ダブルスでは先輩選手のヘーゼル・ホッチキス・ワイトマンとペアを組んだ。しかしその後テニス界にプロ選手が登場したため、1928年のアムステルダム五輪でテニスは、 オリンピック競技から除外された。パリ五輪の単服金メダルと同じ1924年にウィンブルドン選手権の女子シングルス決勝に初進出を果たすが、最初の時はキティ・マッケインに逆転負けして準優勝になっている。3年後の1927年にウィンブルドンで初優勝を果たし、決勝でスペインのリリデ・アルバレスを6から2、6から4で破った。 それから1930年まで同選手権に4連覇を達成する。1928年には全仏選手権でも優勝して以後3連覇を含む4勝を挙げた。ムーディは1931年に来日し、早稲田大学のコートで世界上のプレーを披露して女子テニスを日本に紹介した。これは当時最盛期を迎えていた日本テニス界に 大きな刺激を与えた出来事の一つであった。1933年の全米選手権女子シングルス決勝で、ムーディは同じ名前を持つアメリカのライバル、ヘレン・ジェイコブスとの対戦中に体調を崩し、ジェイコブスの8から6、3から6、3から0で途中棄権した。この試合を最後に、ムーディは全米選手権から撤退し、以後は出場大会を ウィンブルドン選手権のみに絞った。2年後の1935年、ムーディはウィンブルドンで7勝目を挙げ、1914年に同選手権7勝を挙げたドロテアダグラス・チェンバースに並んだことにより AP 通信社の最優秀女子選手に選出された。それから3年後の1938年にウィンブルドン選手権、 発祥の金字塔を打ち立て、ジェンバースの記録を更新する。最後の決勝戦では、ジェイコブスとのヘレン対決を6から4、6から0のストレートで制した。この記録は1990年に9勝を挙げたマルチナナブラチロアによって破られるまで、52年間にわたり、同選手権の大会最多優勝記録であった。しかしこの頃ムーディは、 背筋痛を抱えており、プロ転向に気乗りがしなかったためこの記念碑的な優勝を最後に32歳で現役を引退した。1959年に国際テニス殿堂入りを果たしている。ムーディはテニスをする傍ら、生涯を通じて絵画にも携わった。カリフォルニア大学在学中に美術の学位を取得しており、自宅近くにアトリエを構え、 生涯中に何度かニューヨークの美術館で展覧会を開き、また、サタデイイブニングポスト紙の気候記事に差し絵も描いた。彼女にとっては、テニスと絵画が孤独を癒すための薬であった。1930年に、メキシコの画家ディエゴ・リベラが、壁画、カリフォルニアの富の制作を移植された時、ムーディはそのモデルの一人に選ばれたという。 また、選手時代の自伝を含めて、3冊の著書も残している。1938年に、テニス史上初の年間グランドスラムを達成した、ドンバッジは10歳年上のムーディを、自分のアイドルの一人と呼び、最盛期の1930年には、巧妙な映画監督、チャーリー・チャップリンまでが、ヘレン・ウィルスのテニスは、今まで見た、最も美しい光景だと絶賛したという。 半世紀後の1987年にウィンブルドン選手権で8勝目を挙げたマルチナナブラチロワがムーディの記録を更新する目標を掲げたことからこの往年の名選手の名前が再びスポーツファンの話題に上ることになったムーディは82歳に至るまでテニスコートに立ち終生に渡りテレビ観戦にも熱心だったアイスドールと呼ばれたクリス・エバートや 自分のウィンブルドン優勝記録を抜いたマルチナ・ナブラチロワへの賞賛を惜しまず、最晩年はピートサンプラスの躍進を歓迎していたという。まだ存命中の1996年にシュテフィグラフがムーディの四大大会総計19勝を抜き女子歴代2位に上り詰めた。ムーディの名前はナブラチロワの目標として語られるようになったが、グラフもしばしば、 ムーディと被権される名選手になった。1998年1月1日、カリフォルニア州カーメルにて92歳で調整した。ムーディは出身校のカリフォルニア大学に1000万ドルを移存し、1999年に彼女の名前を冠したヘレン・ウィルス神経科学研究所が同大学内に設立された。W イコール優勝。 F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、 SF, B イコールオリンピック銅メダル NMS イコールマスターズシリーズから降格 NH イコール開催なし。ありがとうございます。